どうも、皆さん、こんにちは。チャックバスです。本日はですね、ANA マイルを使った特典航空券で、エディハード航空のね、特典航空券が、ウェブでね、発券できるようになりましたので、本日はね、こちらの解説、やっていきたいなと思います。ということで、早速ね、内容に入っていきましょう。先日ね、ツイッターで話題になったわけなんですけども、ANA マイルを使った ANA の特典航空券で、エディハード航空のですね、特典航空券を発券することがね、できるようになりました。今までね、こちら、ウェブでね、予約することができなかったわけなんですけども、先日よりですね、ANA のね、ウェブサイトでこちらね、発券できるようになりましたということで、今後ね、利用されたい方もね、いらっしゃるかななんていうふうに思いますので、気になる方はですね、ぜひね、最後までご覧いただければなと思います。ということで、このね、エディハード航空っていうのはですね、アライアンスにね、加盟していないんですよね。ですので、ANA とね、同じスターアライアンスのね、メンバーではないんですけども、ANA のね、公式サイトにこういった形に、ね、掲載されておりまして、提携航空会社一覧ですね、マイレージ提携ということで、エディハード航空がですね、提携に入っているんですよね。で、こちらはですね、今までウェブではですね、予約することができなかったわけなんですけども、先日よりですね、ANA のウェブサイトで特典航空券ね、発券できるようになりました。これはね、めちゃくちゃ両方ですよね。ウェブでね、予約できないっていうことは、まあ電話で予約する必要がありますので、まあかなりね、必要に追われない限りですね、利用される方はね、かなり少なかったと思うんですけども、今回ですね、ANA のウェブサイトで検索ね、出てくるようになりまして、またね、ウェブでも発券することができるようになったんですよね。で、必要マイル数なんですけども、東京からですね、アラブ首長国連邦のアブダビ、こちらがエコノミークラスで往復ね7万マイル、ビジネスクラス11万マイルでね、発券することができるっていった形になります。もちろんね、ANA っていう風になっておりますんで、往復でね、このマイル数っていう風になりますんで、まあ片道で計算するとですね、エコノミークラス3万5000マイル、ビジネスクラス5万5000マイルでね、利用することができるっていった形になります。こちらはですね、ANA マイルでエディハード航空のね、航空券を抑えているっていう風になりますんで、エコノミークラスだとね、こういった形になりまして、必要マイル数はですね、エコノミークラス往復で7万マイルになるわけなんですけども、燃油サーチャージはね、かかってくるっていう風になりますんで、だいたいね、98,850円。こちら今ね、発券していただくと、このね、燃油サーチャージがかかるっていう風になりますんで、往復でね、10万円近くの燃油サーチャージがね、かかってきてしまうっていった形になるんですよね。いや、ANA マイルはですね、本当にね、必要マイル数が少ないんですけども、燃油サーチャージがね、高いですので、これね、本当に早く下がってほしいですよね。まあ、エコノミークラスで7万マイルで往復することができますけども、まあ、10万円燃油サーチャージでね、取られてたら、まあ、何のためにね、マイルで発券してるのかね、ちょっとよくわかんないみたいなね、感じになってきてしまいますよね。で、こちらがね、エコノミークラスなわけなんですけども、ビジネスクラスだとこういった形になります。11万マイルプラス98,850円ということで、こちらでね、ビジネスクラスも発券することができるっていった形になるんですよね。で、またですね、検索していただくとですね、こちらね、東京から、まあ、アブダビのね、エコノミービジネスクラスなんですけども、日本発着以外のですね、航空券もね、利用することができるっていう風になりますんで、先日ね、エアカナダのファーストクラスエアバス380ね、出てましたよって話をさせていただきましたけども、まあ、それと同じですね、アブダビからロンドン路線ですね、まあ、こういった感じの航空券もですね、発券することができるっていう風になりますんで、こちらね、アブダビからロンドンでビジネスクラス、こちらはボーイング787ですけども、こちらね、ビジネスクラスなんかも利用することができるって言った形になるんですよね。ですので、日本路線だけではなくてですね、海外から海外路線みたいなね、まあそういった感じでもですね、利用することができるっていう風になりますんで、これはね、いいですよね。まあ、ANA マイルに、ね、なりますので、まあ残念ながらね、往復で利用する必要があるわけなんですけども、まあ日本国外からもですね、利用することができるっていうのはですね、かなりね、いいですよね。で、またですね、ボーイング787であったり、エアバス380だったりですね、777だったり、まあいろんなね、機材のね、ビジネスクラスも発券することができるっていう風になっておりますんで、こちらね、アブダビからロンドンなんですけども、こちらね、エアバス380のね、ビジネスクラスなんかも発券することがね、できるようになっているっていう風になりますんで、非常にいいですよね。ちょっとね、写真がですね、公式サイトの方調べたんですけども、こちらね、777のファーストクラスの写真がちょっと見つ
つかなくてお見せすることができなくて申し訳ないんですけども、一応ですねファーストクラスなんかも、利用することができるって言った形になります。ちょっとね私も時間かけて調べてみたんですけども、アブダビからパリ路線、こちら777のファーストクラスなんですけども、こちらね出てくるんですけども、これ以外の路線がねちょっとねなかなか出てこなくて、ニューヨークとかソウルとかね、アメリカシカゴとかね、ここら辺の路線も結構調べてみたんですけども、ファーストクラスはですねちょっと残念ながらですね、このアブダビからパリ路線以外はですねちょっと出てきませんでしたので、一つね出てくるっていうことは、まあおそらく理論上ねどの路線も利用することはできそうなんですけども、まあもしかしたらですね空席がかなり少ないのかもしれないですね。もしね気になる方いらっしゃいましたら、ぜひね検索してみていただければなぁなんていうふうに思います。エディハード航空のね公式サイトなんか見ていただくと、就航路線とかもね見ることができますんで、ぜひね今後の旅にですね活用ねしていただければなぁと思います。まあ何度も言いますけども、 ANA マイルで発券するっていうふうになりますんで、片道でね特典航空券利用することができませんので、利用するのであれば往復になってしまいますんで、この点はねご注意いただければなぁなんていうふうに思います。ということで今回ですね、ANA マイルを使ってエディハド航空のね航空券がねウェブで発券することができるようになりましたということで、動画ね解説させていただいたわけなんですけども、ANA マイルはですね貯めやすいので本当にね利用先が増えるっていうのはありがたいですよね。ですけどもやはりね燃油サーチャージがね高いっていう風になりますんで、利用していただくと10万円ぐらいね往復でかかってきてしまいますんで、まあこうなってくるとねなかなか利用しづらい部分がございますので、燃油サーチャージね下がってほしいですね。まあとはいえね、 ANA マイルの利用先がね増えるっていう点ではですねかなりの朗報ですよね。まあ燃油サーチャージが下がったらですね、 ANA マイルでね利用していただくのもねかなりいいのではないのかななんていうふうに思いますので、ぜひね覚えておいていただければなと思います。ということで今回の動画はねこんな感じで終わりたいなと思います。この動画が役に立った方、いいねチャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログ、ツイッターもやってますんで、フォローチェックしてあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。